明日から移設バスが値上がりするんですけど、まずご存知でした？いや、知らなかったです。経営が厳しいのは、まあ、分かるので、まあ、仕方ないかなっていうのもありますね。やむを得ないんでしょうね。なんか運転手さんも足らないから。西鉄は明日から路線バスの運賃を値上げします。具体的には福岡市の路線バスの初乗り運賃が190円から210円になるなど、20円から40円の値上げ。北九州市の路線バスの初乗り運賃は200円から230円になるなど、30円から40円の値上げとなります。定期券や1日フリー乗車券なども値上げとなり、65歳以上が対象のグランドパス65の半年券は2万8000円から3万2100円になります。西鉄によりますと、運賃の改定は消費税の増税などを除けばおよそ25年ぶりになるということです。一方で、高齢ドライバーの事故が社会問題となる中、75歳以上の人を対象にした定期券グランドパス75を明日から新たに販売します。1ヶ月券の価格は5000円で、西鉄の路線バスが乗り放題になるほか、高速バスや特急バスは半額で利用できます。それはいいと思う。どうしていい？安くて。また天神博多駅間などの一律150円区間の料金は据え置かれます。ご負担をですね、お客様の皆様にお願いするということは大変心苦しいところがあるんですけれども、ご存知の通り、乗務員不足だとかですね、小物価の上昇、そういった状況がございまして、まずは皆様の足としてのバス事業をしっかり維持していく。西鉄の林田社長は今日の記者会見で、バスの値上げの理由としてコストの上昇を訴えました。特に深刻なのがバスの運転手の不足です。西鉄バスはすでに運転手不足や利用者の減少を理由に路線バスの減便や運休を重ねてきました。それでも運転手はおよそ100人足りないとしています。今回の値上げにより売上高は年間29億円増える見込みで、運転手確保のための待遇改善や安全への投資に充てるとしています。